ラウール、ブラマヨの偶然の一致に驚き、お二人ほぼスノーマンですね、わら。9人組グループ、スノーマンのラウールと俳優の出口夏希が、10日放送のカンテレバラエティ、ブラマヨ、毎週土曜午1時、関西ローカルに出演する。街の人気店や名物メニュー、自宅で使えるテクニックなどをクイズ形式で覗き見する企画、グルメ裏検定ハンバーグ編とし、全国に500店舗以上を構える人気ファミレスチェーン、ココス、や、今関西で人気の、進化系ハンバーグ店、の裏側に密着する。番組の冒頭、MC のブラックマヨネーズ小杉隆一がラウールを紹介したところ、吉田隆は、ほんま俺日本で一番かっこいいダンサーやと思ってるからと目下激推し仲だと明かし、嬉しいわら、とラウールは感激した様子。しかも、二人は同じ6月27日生まれで、吉田が、誕生日一緒やねん。何か通ずるもんあるよなと急に仲間感を出すと、小杉から、ないわ。お前だけ誕生日変えろ、わら、と突っ込まれるが、その小杉もそれで言ったら。